コタンとバラは、東海テレビの制作により、フジテレビ系列で、2004年1月5日から3月26日まで放送された昼のテレビドラマで全60回。数奇な運命に翻弄され、過酷な人生を歩む姉妹、ボタン、ボタン、マヨ、大河内奈々子と、バラ、カヨ、小沢まじゅの、34年に及ぶ壮大な愛と狂気の物語。東海テレビ昼ドラお得意のドロドロ愛憎劇の究極とも言える作品。役立たずの豚。パパイヤ、パパイヤよ、などの濃いセリフやジェットコースターのような目まぐるしいストーリー展開で、ボタバラ旋風を巻き起こし、番組終了後も根強い人気を誇る。関西テレビにて再放送が開始された影響もあり、2010年1月12日からインターネット検索の急上昇ワードになった。2015年11月30日から同じ昼ドラ枠で新ボタンとバラ放送される予定。小沢、新次小沢、まじゅ。本名土方のり子、土方のり子。生年月日1977年1月3日、38歳。出生地東京都。血液型 B 型。職業女優。ジャンル映画、テレビドラマ、舞台ほか。活動期間1993年。主な作品。テレビドラマ、ボタンとバラ。2004年、ドラマ、ボタンとバラに出演。迫力あるいじめ役で人気となった。その強烈なキャラクターを生かして、バラエティ番組等でも活躍するようになった。トークなどでは、直腸、盲目、行動的な恋愛エピソードを語ることが多い。2014年1月31日、8歳年下の歯科医師との間に第一子を妊娠したため、結婚することを発表した。同年8月29日、女児出産。